ユストスリップシウスは1990年、ブルッセルのウェト通り、ロア通りにある。この建物はブルッセルのウロップ地区の中心に位置し、向かいには欧州委員会の主な部局が入るベルレモンがある。またウロップ地区の南にはレオポルド公園にある欧州議会のビル群がある。欧州連合理事会はインターネットで、その会議が公開されているが、欧州議会とは異なり、 建物への入場は制限されている。ウロップ地区の多くの建物と同様に、ユストス・リップシウスも近代的なものである。この地区には欧州連合の主な機関が集まっているため、事実上の欧州連合の首都と表現される。この建物の名称の由来は、フラマン人の文献学者、人文学者のユストス・リップシウスにちなむものであり、もともとこの建物がある場所には、 リプシウスの名前が付けられていた通りがあった。欧州連合理事会は、ユストゥスリプシウスが完成する前は、シャルル・マーニュビルに拠点を置いていた。1985年に、ベルギー政府からの働きかけを受けて、理事会は、新しいビルの建設を決定し、ベルギーの建設公社を事業主体とした。1989年に、新ビルの基礎が、 ベルギー政府から提供された用地に気づかれた。かつてこの用地のある場所には、ウェト通り、ロア通りにつながるユストゥス・リプシウス通りがあった。1995年5月29日、議長国フランスの下で落成式が取り行われた。この大規模な事業には、多くの建築家、技術者、企業が加盟国中から集まった。 ユストスリプシウスの表面積は2 1 5万五千平方メートル、廊下の総延長は2 4トルに及んだ。また建物は会議場、事務局、付属施設の大きく3つに分かれているが、いずれも廊下で結ばれている。欧州連合理事会会議場欧州連合理事会の議長国は輪番制をとっており、6ヶ月ごとに加盟国政府が議長を交代している。 その時々の議長国は、ユストス・リップシウスの正面ホールで展示を行うことが慣例となっている。2008年の6月から12月まで議長国だったフランスはトリコロールの大きな風船を膨らませていた。展示物で特筆されるのは2009年1月から議長国となったチェコが用意したもので、チェコ政府はチェコ人の芸術家ダビッド・チェルニーに 彫刻の制作を依頼したが、この作品が議論を起こしている。制作されたエントロパステレオタイプはぶち壊されるべき障壁だは、風刺的な作品で、加盟各27カ国出身の芸術家が共同で制作したものと見られていたが、実際には、チェルニーと3人の助手だけで制作したものであるということが明らかになった。全容が明らかとなったのは2009年1月12日で、 あったが、稼働部分やマルチメディアを用いた部分が作動を開始したのは3日後の1月15日だった。作品は欧州統合の問題点を皮肉するようなものであり、各国に関連するステレオタイプとなっていた。ステレオタイプはぶち壊されるべき障壁だという副題は、チェコ政府が議長国として示している標語、障壁のないヨーロッパを踏まえたものである。ありがとうございます。